始まりました。ハモニカフェビギナーズです。テンホルズハーモニカ奏者の広瀬哲也です。今からご覧いただくのは、このテンホルズハーモニカを吹き始めたばかりという方、それからまさにこれからこのテンホルズハーモニカを吹いてみようかなとお考えの方にお送りするハーモニカのバラエティ番組です。自分はビギナーじゃないよ。もう長いことこのハーモニカを吹いてるよという方は、ハモニカフェ本編の方をご覧ください。今日私が使うハーモニカは、鈴木楽器さんのオリーブになります。オリーブっていうとね、この緑色ですよね。こういうね、映像ではなかなかお伝えできないんですけど、美しい和の緑色になります。鈴木楽器さんというとね、やはり万事がとても有名ですが、万事はやっぱりこうブルースとかロックみたいに荒っぽい曲をバーッとやるイメージです。このオリーブっていうのはもっと柔らかくてこう繊細な曲をメロにやるようなイメージがありますね。ではこのオリーブとお送りする今日のテーマは一体何でしょう。まずはこの漫画をご覧ください。助けて店員さん。新しいキーも欲しいよな。来月のお小遣いまで我慢か。あれあれれ、音が出ないや。ああ、これはダメだな。リードが折れてるよ。え？楽器って壊れるの？え？聞いてないですよ、そんなの。え？壊れるんですか、これ？え？僕どうすればいいんですか？そりゃ壊れるよ。今回のトークテーマは、テンホルズが故障したら。はい、いかがでしたでしょうか。僕はね、真面目に音楽を演奏するためにこのテンホルズハーモニカに出会ったわけではないので、まさかこれが壊れるとは思っていなかったんですよね。え、楽器って壊れるの？当時はとてもびっくりしました。まさかこれ買い直さなきゃいけないの？騙されたよ。こういう感じでした。このテンホルズハーモニカをやめてしまう理由の一つが、この壊れるってことなんですよ。僕と同じようにまさか壊れると思わなかった。壊れたんなら、まあやめちゃおうかな。っていうことでやめちゃうんですよ。とても残念です。はい。ということで、今回この故障についてお話したいと思います。今ご覧いただいた漫画の中にもありましたけど、音が出づらくなった、イコール壊れた、とは限らないんですよね。意外とね、これにちょっと唾が溜まっただけ、そういうこともあります。単純に、こうしていただく。まあ、私なんかはこの、足でね、思いっきりやります。そうすると、中に入ってる唾が取れます。そうすると、また音が出るようになる。こういうこと結構多いです。それから、何かが詰まっちゃうにしても、息を入れるとリードっていう金属がこう揺れるんですよね。本当に細い糸くずが1個ちょっと挟まっただけでも動かなくなっちゃうんで、まあ、この蓋を開けてもらって歯ブラシみたいなもんでキュッキュッキュッとやっていただくと、それで取れることもあります。いわばまあ、修理というよりは掃除ですよね。そんなことで、また治ったりしますんで、日々の使い方一つで、こういう故障じゃないかっていうのも防げるんで、ぜひね、いろいろ試していただきたいなと思います。先ほどのね、こう唾を出す、ね、きれいに拭き取る、こういうことでも音が治んないという場合はいよいよ故障ということになります。で、この楽器がまあ小さすぎるせいで、まさか治せるわけはないと思いがちなんですが、実は治せるんですよ。非常にね、小さいネジなんですがここにありましてね、それをドライバーでちょっと取っていただきます。で、蓋を開けていただくと、やっぱり音が揺れるリードという部分が出てきます。そこを、まあ、削ったりするような直し方なんですよね。そんなことできないよ、みたいなイメージがあると思うんですけど、時計職人みたいなほどじゃないです。まあ、プラモデルのちょっと難しいぐらいな、そんな感じです。ですんで、僕でももちろんできますし、あんまりそういう修理なんかやったことないよって方でも、プラモデルを作るぐらいの気持ちでやることはできると思います。今だと YouTube なんかでも直し方はいくらでも出てますんで、ちょっと参考にしてみていただいて、ちょっと壊れちゃってもうダメになっちゃったっていうハモニカがお持ちの方は、それで試してみるといいと思います。修理はちょっと自信がないと、でも新品を買うのもちょっともったいないなという方、実はですね、音が鳴る部分だけをごっそりと入れ替えることもできます。吹く時に揺れる板と吸う時に揺れる板が2枚入ってるんですが、それを新品と完全に差し替えることで新品同様の音が出るようになります。
で、ハモニカの機種によってもそういうのが販売されているものと販売されていないものがあるんですが、例えばこの、鈴木亜希さんのオリーブなんかは、発売されています。リードプレートを買っていただいて、この、まあ、ドライバーをね使って取り替えるという作業はあるんですが、組み込んでいただければまた新品になるというわけです。で、お値段も、この楽器の大体7割か8割ぐらいのお値段なんで、買い直すというよりは経済的だと思います。で、このテンホルスハーモニカを好きになる方、やはりねこの音に惹かれてという方がほとんどなんですが、中にはこういう分解とか、それからまあ掃除とかね修理、こういうのが好きだからこれが好きだという方もいらっしゃいます。やってみるとね結構面白いんですよこれ。で、今だと YouTube に、まあ、分解の仕方、掃除の仕方、修理の仕方いろいろありますんで、まあ、そういうものを参考にちょっと挑戦されるのもいいかもしれませんね。このテンフォルトハーモニカを、まあ、分解することになれると、直すだけじゃなくてさらに改造してみたくなってくるんですよ。そんなことね聞いたことないよ、やったことないよっていう方からすると信じられないマニアックな世界のような気がしますけど、実はこのテンホルスハーモニカはそういったパーツがいろいろ出ているんですよ。そういうのを使って、いわば組み替えですよね。例えばこの鈴木楽器のオリーブの中身と鈴木楽器の万事を取り替える、まあ、こんなのは一番簡単な改造ですよね。例えばメーカーさんが違ってもいいです。例えば、鈴木亜希さんの楽器にホーナーさんの上蓋をつけてみよう、こういうのも面白いと思います。例えば、まあ、スマホなんかも着せ替えみたいなのありますけど、このテンホルズハーモニカもこのコームの色だけが違うとかね、この上が7色だとかね、いろんなのがあるんですよ。ですので見た目だけでも、改造する人はとても多いです。で、私はですね、もちろん、まあ、壊れた時には修理もしますし、そういうパーツの交換なんかもします。ただ私は、その改造に関しても結構積極的にする方です。実はですね、今までにないハーモニカというのも作ったことがあります。ハーモニカフェ本編の第47話の後半で私の作ったオリジナルハーモニカが登場しますので、この動画にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ということで本日のハモニカフェビギナーズは以上になります。この部屋はですね、私がこのテンホルスハーモニカのオンラインレッスンをやっているスタジオになります。いろんな生徒さんがいらっしゃるんですが、やはり今回みたいにね、故障した時どうしたらいいですか、こういう相談はとても多いです。それと、まあ、やはりねテンホルスハーモニカは消耗品というところがありますので、今度どんな機種買ったらいいですかとかね、今使っている機種はこんな機種なんですけど、それと近い機種は何かありますか、こういう相談もあります。こういうことも、ぜひお気軽にご相談いただければなと思います。まあ、でもこのハモニカフェビギナーズでも毎回このハモニカの機種を変えてますが、いろんなハモニカありますので、できればね、いろいろお試しいただけるととても面白いかなと思います。それではまた次回のハモニカフェビギナーズでお会いいたしましょう。